ねえねえ見ようよ。ダメ、泉と一緒に見るの。待って、でも早く行くよ。何が映ってんのかさ。次も泉ですね。ここはまだ本編に残ってます。本編でも使ってますね。千春とみゆきが訪ねてくると、やつれたお母さんが出てくるというところです。途中から使っていない、本編中にないところもありますので、見ててもらえればわかると思うんですけれども、泉の友達、前以上にやつれたお母さんが、はい、笑います。これもちょっと往年のちょっとコテッとしすぎたドラマを思わせるので、笑いになってはいけないと思ってカットしましたね。起きてるの？おまけにこの二人が足元に何かに気づいたものは、お友達が来たわよ。おそらくこのお母さんが閉じこもった泉に運んでいる食事です。食べてない、食べてくれない、泉とヒステリックなお母さんがここにいたりします。びっくりです。